どうも、リッチドッグです。はい。本日はいつもと違うお家から配信しています。はい。というのも、実はここ3ヶ月以上住めた人がいないという、3ヶ月以内になぜかみんな引っ越してしまう事故物件となっています。とんでもない異名やなそれ、なんかみんな3ヶ月以上住めた人がもうここ数年いませんということで、でまあしかも俺らの前に他のまあ有名な心霊 YouTuber さんにもご依頼したらしいんですよ。ああ、困ってる方が。おお、はいはいはい。なんとその心霊 YouTuber さん、途中で撮影をギブアップしたそうです。途中で撮影をギブアップしたそうです。心霊 YouTuber さん、っていうか撮影の前に、まあ俺らもやらしてもらったけど、まず内見というか、こんな感じですってご案内してもらう、ね、その心霊 YouTuber さん案内してもらったその日の夜から夢に子供が出るって言って出れなくなって、でも体調崩してやめたっていう、もう撮影やめときますってなって、いやもうやめた方がいいです。僕らはもう内見をさせてもらったんですけど、そんなことはとりあえずなかったんですけど、まあ、僕らはなかった、ね、今のところは、でまあ先ほども言ったように、まあここ、3ヶ月以上住めた人がいないと、みんな3ヶ月以内に引っ越してしまうという、らしいので、我々はここで3ヶ月以上検証したいと思いますそんな明るく言うな、いや明るく言うな、3ヶ月を超える目標でいこうと思います。俺らのだから1個前に死んで YouTuber さんが来て、まあ、0日でしたけど我々は3ヶ月を超えてみようと、まあこの時点でもその前回の人たちには超えたんやけど、そうそうそう、1日だから3ヶ月は歴代のここの住人さんたちを超えるわけなんです、うん、そうだな、まあ昔は住んでたらしいけど、もう本当に古いから、それ昔の人たち長く住んでたんだから、まあ、ちゃんとそういう家としては使われてたんやね。そうそう、だから昔はあれだけど、もうここ数年はっていう感じだらしいから、何だったんすか、そう、それでまあどうせ長くなるので3ヶ月の場所ですから、まあ、ね、まあ、だからまあとりあえずまずはせっちゃん大さんは今日は来てないです。まずは2人でまあ昔のように検証してみようかなっていう感じ、はい、もう俺んちの最初の頃の感じで、ね、うん、これ まあまずなんで我々にご依頼いただいたかというと、うん、まあ、サブチャンネルで主にやってる、まあ、せっちゃんがその、ね、迷ってるさまよってる人を救ってあげたいということから始まった心霊スポット巡り、あれを見て我々にぜひうちどうですかということで、ね、だから数々のところでいろんなことが分かってきたから、うん、でお家が初めてだから、で3ヶ月以上を住めた人がいないといろいろ聞いて、あ、じゃあ3ヶ月以上いらしてもらえますかということでウキウキすな、うん、お前ウキウキすなったんですよ。まあでも壮大な、じゃあ、うん、そういったロケみたいなイメージなのかな。そうだな、うん、新たな、まあ、これがだから第3章になると思いますので、3ヶ月は続くわけですから、これでも丸々でしょ。まあもしかしたら3日でギブアップの可能性も、いやまあまあゼロじゃないよ、だから約束ができないよ、うん、でも基本的にここ、大家さん自由に使っていいですよと、お、自由、うん、自由に使っていいですよというふうに言われてるんですけど、うん、ただ僕らはここ住むとかいうわけではなくて検証、はい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 、っていうのも例えば無人にして撮影をしたりするか、うん、まあ、夜中の間、うん、だから住むとかちょっと違うと、その無人にしてる間他行かなきゃいけなかったり、まあまあまあ、ね、あとはもういつもの山中家じゃなきゃできない撮影、宮本家じゃなきゃできない撮影とか、うんうん、あとはまあシンプルに僕らはまあバイトとかそういう普通の生活もありますので、だから住むというよりも検証ですね。3ヶ月間通い続けるというか、うん、まあ、もちろんここで寝泊まりする時も出てきますけど、まあ そうやね、うん、そういうのも含めて3ヶ月続けるという、なるほど、ね、あとまあシンプルにこの物件はお風呂がないので、うん、そうそう、いやお風呂は大事やで、2日3日ぐらいやったらいいけど、まあ、2日3日ぐらいだったら入らなくても全然、いやたまにあるんやけど俺、そうだな、うん、だからそうだなって、いやそれもみんなも見てる人なんで見てる人も分かんない、用意届かないの3ヶ月以上住めないじゃなくて3日4日お風呂入らないからそれでまあ自由に、まあ、使わせてもらえると、まあ、自由に使ってもいいけど、うん、ただやっぱりその場所がバレたりするのだけはちょっとやっぱ嫌だということなので、まあ例えばもうある程度だからちょっと禁止事項はやっぱあるということで、例えば外観を映すとか、あ、はい、場所がバレてしまうから、ね、あ、もうそれは大家さん的にってことね。そうそうそう、外観映すとか間取りがバレる撮影はやめてくださいとか、まあまあまあね、あともだから、うん、例えば
俺たちが通うのに何時間かかるとかいうのもやっぱもうやめてくれっていう。いや、それはもう特定になっちゃうからね。その辺はちょっと、あとまあやっぱりその何個か映さないでほしいという場所が何個かあるので、まあまあそういう感じの撮影になると思います。うん、あ、でも映しちゃダメっていうところがある。そう、映さないでって言われたところが何個かあるので、まあそこだけはちょっと大家さん的に勘弁してくださいっていう。あ、まあまあ、それも守らない。まあまあまあ、うん、僕ら借りてる身なんで。大家さんだから、ここ。そうそう。他にもあの、なんかここは入らないでとか、ここはちょっと開けないでって言われた場所が何個かあるので、まあ、映さない場所があるということです。入らないで開けないで、うん、いや怖すぎるよ。どういう意味かは、だから特定されるのが嫌なのか。あ、それか。なるほどね。別の理由かもしれない。いや、もうその別の理由はちょっと。まあまあ、それはまあちょっとまた。なるほどね。で、他にもその、いろいろ、例えばちょっと映り込んでるような、残地物っていうの、これ。あの、何？残地物？そう、あの、前の住人の方が置いていったものらしいんですけど、大家さんがちょっと気を使ってわざわざ置いていってくれてるということで。その置いていったっていうのは、その持っていかずに逃げた。なんか、とりあえず1個前の住人の方は、うん、あの引っ越すっていうのをやっぱり言い出して、あの引っ越し作業中に物を置いて消えた途中で、うん、でだからその残ったものは少しありますよということで、それをわざわざ大家さん置いてってくれてるので、でこれなんかあのやっぱ夜逃げがやっぱ続くので、うん、これはなんか残地物っていうんだけど、うん、一応ちゃんとそのもう夜逃げが続くから、うん、最初の引っ越す時の契約で、うん、そういう途中であの連絡つかなくなった場合は、所有権を破棄しますということで、ちゃんとなるほど、ね、契約を最初にしてもらってるらしいので、だからなんかちょっとずつなんか物がそう置いてあるんです。なんか、うん、まあ、カーテンとかはその大家さんが気を使ってやってくれたらしいんですけど、それはちょっと外だね、うん、ただちょっとなんか物がちょいちょいあるのは残地物ということで、そう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 、あ、そういう理由だったね。そう、なんか夜逃げが続くから、もう最初の引っ越しの契約の最初の時点で、うん、途中で連絡取れなくなったりした場合は、所有権はじゃあ我々はこちらに、あなたは所有権破棄しますよっていう契約になる物件ちゃんとあるらしいの。まさにここがそうらしくて、そうだね、うん、だからちょいちょい物があるということは、ね、まあ、だから要は今はもう大家さんのものってことだな、ね、今、まあ、ね、まあ、残ってるものでそれを自由にしてくださいということで、だからわざわざ気を使って置いてくれて、あとでちょっとその辺のものを紹介しようと思います。はいはいはい、それでまあこの物件でどんな現象が起こるかという、いやもうそれが一番気になるところ、聞いたのが、まあ、まず、まあ、ラップ音が鳴ると、なんか激しいラップ音が鳴る、うん、女が出た、お、動物の鳴き声がした、動物、床が濡れていた、お、物が動く、そりゃまあまあお前んちでもよく見るけど、あ、ほんまや、言われてみればそうやけど、床が濡れるはめったにないけど、物が動くはな、毎日ように床が濡れるもさやし、っていうかもう全部全部あったことやけど、まあそんな感じの現象があるというふうに聞いてると。3ヶ月以上住めないよ。まあな、そうそうだな。だっていくつ言った今、うん、しかもまあだからいろんな方が経験してるから、多分これだけじゃないかもしれないし、あ、なるほど、何も言わずにそれはいなくなって出てって人もいるだろうから、うん、まあ、それらの現象が取れたらすごいですけど、いやまあまあまあ、うん、でまあやっぱりこう何が起こるか何が取れるかわからないので、ちょっとどれぐらいのペースで、だからある日もう現象が何も取れなくて、うん、ここの物件の動画なくなるかもしれないですけど、まあまあ、うん、まあまあその時はまあなかなかったんだと思ってもらえれば、うん、まあまあとりあえず一通りお話ししたので、はい、あとはもうこの物件、まあ、撮影許可をもらってるお部屋をいつもの心霊スポット検証みたいな感じで回っていこうかなと、うん、ああもうちょっと紹介が手だね。そうですね、うん、ちなみに心霊スポット検証、はい、僕ら毎回めちゃめちゃ怖い思いして撮影しててもあまり再生されてないので、よろしければサブチャンネルもやりますぜひ。それはぜひ本当にそれは本当にお願いします。見ていただければなと、はい、まあ、今日もじゃあ早速回りましょうか。じゃあ回ってみましょうか。じゃあ今からちょっと紹介していきたいと思います。はい、さあ、はい、だいぶ長くなってしまいましたが、今からじゃあ、はい、検証していきましょう。まずちょっとこれが、まあ、さっき言ったような残地物ですね。うん、前の住人の方がもう引っ越しの途中で捨ててたんです。この椅子が残ってたんや。うん、で、これをもうだから、所有権は大家さんのものだと。はいはいはい。まあ、だとこう、まあ、僕らもだから内見というか、一回撮影、うん、検証前に見させてもらったんですけど、もっとドロッドロだったんですよ。ああ、そうやね。ちょっとそれこそ床とか、うん。これね、今のでもちょっともう本当スリッパ履かなきゃやばいぐらいドロドロなんですけど、はい、内見の時はもっとなんか虫の死骸とか泥とか、多かったね、土足じゃなきゃ入れないんじゃないのみたいな家だったんで、本当にそれをちょっと一応クリーニングはしてくれたようです。一応クリーニング済みらしいんですけどね、うん、ある程度だからガッと多分こういうのももっとドロドロだったんで、うん、綺麗にしてもらったようなんですが、まあまあ一応クリーニングはしてくれたという、はいはい、まあじゃあ気になるここからちょっと開けてみようよ。これもちょっと俺気になってね、これなんかこれなんかお札の文字見てる。まあやな、まあでも、
それか子供のいたずらっぽいのかな。まあ、昔住んでた。まあまあ、でも、どんぐらいの築年数なんだろう。屋根とかもさ、トトロの家みたいなもんなんだな。相当の、いや、古いよ。うん、古さはあると思う、ね。だから僕らだから、この検証前にある程度、ちょっとガーッと自分たちで見させてもらったんですけど、うん、まあ、後で出てくると思いますが、いろんなもんあったんで。いろんなもんあったね。じゃあ、この中からいくか。はい、行きましょう。まずじゃあちょ、これ、どけてしまう。とりあえず一応持ってきたのはこの電磁波系ね。まあまあ、電磁波系ね。これは何でしたっけ？だから反応する何かあった時に赤くなるんです。はいはい、ただ、これ本当に数十センチの誤差で反応するんで。うん、言ってみれば、だから幽霊さんに反応するときはもう幽霊さんと本当10センチ、20センチぐらいの。で、近くにいるわけないやん。うん。むしろ触れ合ってるぐらいのときしか反応しないです。はあ、あとまあ、化け担当。あと心霊スポット検証のときもっとあの暗視カメラとか、はいはい、最近導入してるんですけど、今日はちょっと、明るい中ですね。まあそうやね。うん。あと喋る人形とかも今日はちょっと、はい。なしで。とりあえず一瞬しようと思います。ちょっと紹介がてら。うん、まあ今のところは見とるんです、うん。ちょっと行きますか。はい。ここももう俺らはまあ体験の時見たけど。じゃあ行きましょうか。そうなんです。ここもね。俺もうこれ本当に。この時点で。この時点で。これがだからわざと大家さんが置いてってくれてるらしいんで。一応クリーニング済みで、ただ物を置いてきますね。ということで。やっぱあの人形が。ちょっとこんなんさ、やってみましょう。あの、ここいるって言われても、別に不思議じゃない。うん、まあまあ。体育座りで座ってても。まあ、むしろこっちの方がな。うん、これがなったらすげえよな。いやもう、イメージ通りやぞ、なったら。おい！イメージ通りやぞ、なったら。おい！お前、心霊系 YouTuber と思えないような叫び声出したな。いやもう、これは、なんだ？一回だけか。あ、でもちょっと数字は動くわ。なんだ？この人形に何かが裏とか別についてる何かがあったのかな。別にもうないか。何今の一瞬の。もうねえわ。一瞬だけいたってことじゃ。こっちからする。この下がね、もう立て付けが悪くて。開くはけど、まあこんな感じです。もうちょっと古いなぁ、感じやなぁ。ただもうここ、立て付けが悪いんで、下は、ほぼ。で、まあ、もう、空っていうのは僕ら前見たんで。うん。よいしょ。まあまあ、なって。とりあえずじゃあ、この方はここに、まだ、かな。ちょっとも、ちょっと気になるから、元の位置戻し。いや、俺、なんていうのかな。ここ置いてて、次開けた時に、あっちに戻ってたら俺ちょっと怖いから、先に戻しとくわ。とか、目の前来てたりとかな。なんか動いてそう。確かに。ちょっとまあまあ、とりあえずじゃあ。まあ、とりあえずここはこんなの。これ、初回だけど、めっちゃ長くないそうだな。全部まだ、これ1個目の。1個目なんだよ、これ。もう濃いんだけど。こいつだってなんかわかんないのかな。座っていいのかもわかんないから、まだ座ってないけど。座ったらなんか、つきそうな気もする。わかんねえな、これ。これもだから残置物、いわゆる。これはだから、大家さんがわざわざちょっと、綺麗にして。そう、カバンもそうだよ。カバンもそうだよ。まあ見たけど、もうこれ何もなかったです、中に。うん。中は、調べたけど何もなく。なんかいつからあるのかもちょっとわかんないですけど、割とそんな汚くないんで。綺麗よな、うん。そんなに前の方は昔住んでたわけではないかもしれない。あ、一個前の住人の方は。で、まあ。そう、だから、その残地物も続いてるかもしれないからね。昔からの残地物もあるかもしれない。前のやつをずっと引き継いでる可能性もある。残地物を引き継いでる。可能性もある、ね。それは。まあ、この辺。これある意味だからもう。これ何これは。僕らは壊したんじゃないですか。元からですから。これめっちゃ。いや、思い出さ。全部。思い出さ、こういう一番最初の頃な。こういう感じやった俺、お札見つけた時。
えでも何も電磁波系は何もないし、まあバケタンも特に、うん、ここはねもう見たんですけど特に何もなかったんですで電磁波系も特には、うん、これもそうだこれもだけどここ見てみる、ね、さっきのあの中みたいに、うん、このおぉ、なんか違うね。そう。あれ中全部のね、襖がなんかこういう風になってるんだよ。ああ、これが貼られてるんや。貼り替えてくれてるだけなのか。なんか隠してんのかなっていうな。でもちょっとビリッとやるのはちょっと多分許可が必要になってくるんで。ああ、そうなんだな、まあ。でもそれはいつかちょっと知りたい気もするけど。はい。いやまあわざわざこういうのを残してくれれば、うん、怖さ引き立ってるでこの小物が。だからお前ん家に最初引っ越した頃さ、うん、カビ臭みたいな言ったじゃん、ホコリ臭いというか、うん、あの家の匂い超えてるかな、ここ正直。そうやな。マスクは感染対策じゃなくて本当にホコリっぽさで、うん、マスクしないとやばいっていう。とりあえずじゃあこれいっか。凝ってないな。おう。まあまあまあ。で、これもちょっと気になると思うんで、中見ますか。はい。まず、いきますよ。うわ、怖い怖い怖い。何も入ってないけど、今んとこ広告ねじ込んでやろう。あとはまあ、まあ今のところは何も、あでもちょっと数字が動くのは何だ。ちょっとだけ一瞬動いたぞ。ほらほら。ちょっと数字動く。ほんま。これ何もないとこは本当に動かないですか数字が。おらおい。おらおい。やっぱなんかちょいちょい反応するな。ちょっとだけこの辺もなんかちょっとあるけど。これ何があったかとかは特に。そう。別に、いわゆる大島テルさんのサイトにも、何も。うん、おあ、落ち着いた。一瞬だけなった。大島テルさんのサイトにも特に、おい今映ってないかもしれないけど、一瞬200ぐらいまでいったな、俺。すっげえ数値変化したやん。なんだこれ。下もいってみるか。これ下もながら。あ、でも下は比較的落ち着いてるわ。うん。下関係ねえのかな。これさ、この家の裏とか、なんもない。こっちも見える。まあ、押し入れが、何かが。これは特にでも、今のところは。うん。うん。このし、これでも、これの方が貼ったの何なのかな。あ、貼り付けてあるんや、そう。なんか隠してるような感じの貼り方が多いな。もうだから、想像しちゃうのよね。なんか、じゃあ、お札でも貼ってるんじゃないか、みたいな。結婚がとかな。でも、うん、まあ、ちなみにこの、カバンとかも特に反応なしです。あと、ちょっとこの部屋でどうしても紹介しなきゃいけない。はい、この部屋にあったものじゃないですけど。はい、なぜか、これ置きっぱなしで、前の方が置いちゃったということで。これはホットプレート。呪いのホットプレートも。でもこれ見る限り、新品なんで。結構新しいな。処分に困ったのがなんかわかんないけど、とりあえず残置物ですということで。このテーブルもなんか割と綺麗。結構綺麗。綺麗にしてくれたのかな。あ、クリーニングはもうやっぱしてくれたから。前があってもっと来た時は、最初来た時はな。そうやね。やばかったから。ホコリとか。じゃあ、
次の部屋に行きましょうか。行ってみようか、じゃあ、はい。さあ、今2個目の部屋に来てますが、はい、ちなみにこっちの部屋が、この部屋が一番現象が多いと言われている部屋です。それではご覧いただきましょう。これもだからいろいろ。うわぁ。大きく話してらっしゃるんですけど、だから多分、わざわざここで撮影していいよって言ってくれたんで、多分ここに物を集めてはいると思うんですけど。ああ、なるほどね。他の部屋にあったものとか多分ここに置いてくれてるんですけど、わざわざ。で、残置、その残置物がこれだってことか。そうだね。うん、まあだから、こことさっきのどこが主に撮影していいですよということなんで、ちょっと細かくでも、これとかもだから、これだからもう、何いいと思って、うん、なんかあんなと思って引っ張り出したんですけど、うん、1900の何この茶色くなった。1993年か。でも俺らと同じ年ぐらいだな。俺らこんなボロいのか。あ、新聞残してたらそうなるのか。なんか今度これなんで新聞入れてるの。なんそれが不思議なんだけど、これこの中いっぱいあるんですよ。なんかだからちょっといつかこのもの全部引っ張り出して、うん、この中調べなきゃいけないな。うわ、怖っ。いろんな意味でちょっと、うん、すげえ。もうなんで新聞入れてんのよ。まあ、まずちょっとこれいこうか。まあこれもなんかだから大きく話したということで、まあ、ただまあそんな汚くもないし。そうだな。準備これ座ってたらすごいけど、あ、でも一瞬なんか動いた数字が。え、マジで？何話したの？黄色だ、初めて。黄色、うん、なんかちょっとだけ数字変わるときやんな。うん、一瞬だな。さっきここでなんかすげえ動いたんだけど。なんかね、ちょいちょいちゃんと変化するやん。確かにな。で、まあ、じゃあここ行くか。え、なにこれ。これもだからまあ。うお、びっくりした。これも残置物。そうそう。まあでも、内見の時にやって、もっとドロドロ出したけどね。ここはね、うん、これとかもっと埃だらけやったんですけど、一応、拭いてくれたんでしょうね。これとかもなんかって、後でつけた感じがするんだよな。ああ、確かに。これなんだろうな。なんかさっき、あ、でもちょっと動いたぞ。ごめん。ほらほらほら。え、なんで？なんだこれ。なんだこれ。なんかに反応してんな。なんかに反応してるぞ。よーほらほら。なんかに反応してるぞ。よーほらほら。なんかあんのかな。どこにでもなんもないし。まあちょっといいですか。まあ、この辺もここでも見たんですけど、うん、こっちもあれってちょっと数字が多い。ちょっと本当はあらかじめちょっと改めて言っておきたいんだけど、この電磁波計ってそんな本当はこんな変化しないやろ。それこそ使ってる最中の電子レンジの横に置いたらやっと、うん、しかも本当10センチというか真横に置いたらやっと反応するぐらい。そう、普通ないよね、うん、そういう意味で反応しすぎじゃない、この部屋。ここめっちゃ数字が変わるな。鳴らないまでも動くときが多いな。で、鳴った場所にもう一回戻ってももうゼロになってるんだよな。まあだってここもさっき数字動いてたけど、だって別にゼロになった。今目の前にだから電子レンジとかあるわけじゃないからね。これ何や、これ何、これこれなんか気になってね。俺も分かんねえんだけど、何これ、何だろうと思ったんだけど、うん、多分枕じゃねえかな。枕、これ木やんな、うん、こんな。ああ、でも、でもいいやつ、ね、そっかそっか。まあまああるよな、そんな枕。確かに。こういう枕もちょっとおじいちゃんが使えそう。ここに寝たのかな。ドラえもん。ちなみにこれもまああ、でもね、やっぱ数字がちょっとでも動くわ。
もしれない。へえ、この机でもほんとクリーニングされたな。めちゃめちゃやったやん最初。最初ほんと土足、なんか土足じゃないのここみたいな感じだったかな。数字が動くけど、鳴らないまでも動くな。ああ、ほらほら、ちょっとだけ。さっきからあれじゃない？なんか、押し入れ、押し入れの変化が多いな。確かに。押し入れなんかあんのかな？あ、でも追いかけてきてるのかな？なんで？さっきこっちがだってなって、で、そっちもちょっと数字動いて。今こっちでしょ。うん、止まってる。またゼロになってる。まあちょっと動くな。やっぱ20ぐらい。下か。これもなんか、怖いんだよな、こういうのが。気になるなぁ。その、なんか、気味悪いもんがいそうっていうのもあるし、虫がいそうっていうのも、その内見を見てるから俺ら。うん、そうやな。内見があんまりにもちょっとボロボロだったんで。うん。あの、ネズミの糞とかもね、大変だったんで。多かったね。こんなに数字がでもこんなに常に変わり続けるのも珍しい。こういう電磁波計って結構海外の心霊 YouTuber さんとかが使ってるもので、うん、僕らも取り入れてるんですけど、うん、一瞬なってるよな、うん。おお、なんだった。うん。あとはまあこの辺か。これなったら怖いけど。不気味やってこれ。まあならなかったらちょっと俺これで帰るかもしれないよ。なんでやねんな。何時間かかんねん。びっくりした。まあならなかったらちょっと俺これで帰るかもしれないよ。なんでやねんな。何時間かかんねん。びっくりした。お前のツッコミがちょっと物足りないっていう。まさかの。いきなりやっぱり。正直、バケタンなんか反応あんまかなと思って、こっちばっか注目してたら。びっくりした。これ？え？まあ、バケタンの信頼度僕らわかんないですけど。でも、ここがよく現象がある。この部屋が一番現象が多いですよって言われてるんで。たぶんまだ、これは特に。これは、これでもじゃあ電磁波計はっていうと、まあ電磁波計はと思う。警告音付きだったな。こういうのとかもさ、絶対後でつけたんじゃん。明らかさやな。って、うん。黄色く光ってるな。あ、黄色。うん。ひとまずまあ、ちょっとね、動画時間とんでも長くなっちゃうんで、うん、ひとまずこんな感じですけど、それこそこの裏とか、はいはい、まだまだちょっと調べなきゃいけないものは、うん、あるかなっていう、うん、まあとりあえず一通り言ったかな。そうやな、うん、まあこんな感じで畳も、まあ、でも畳もでもちょっとところどころ色が違うというかくすんではいるかな、うん、でもなんかよく言うまあ、亡くなった方の後という感じのはないけど、人型のな、うん、シミっていう意味では、うん、ちょっとまあとりあえずこんな感じで、はい、僕らの第3章ですか、うん、ここで3ヶ月以上検証を続けられるかということですね。はいはいはい、どうなるのか、どうなるのか。まあまずは次、2人で、まあ、せっちゃん第3じゃなくて我々2人でちょっと検証してみようかなという感じですかね、はい、うん、とりあえずじゃあ我々の第3章はじゃあ本日からスタートということで、はい、どういう風になっていくでしょう、はい、それでは改めましてよろしくお願いします、はい、大地さんには悪いけど。
前より目立ってんだ。